TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、アンティークショップからキティちゃんを救出に成功しました。そして今現在サンリオに送り届けました。これで平和に暮らしていると思います。でもウッディがですね、まだ帰ってこないんですよ。帽子だけの状態なので、もうボーピープが毎日悲しがって泣いちゃってるんですよね。ウッディは本当にゴミ捨て場で焼かれてしまったんですかね。でもスーパーベビーのあのスーパースーツの力があれば、どんな敵でも怖くない立ち向かっていけると思う。電話だ。誰からだろう、誰からだろう。ちょっと出てみますね。はい、よし、繋がった。シュンズ TV の電話で合ってるか。博士、スーパースーツありがとうございます。おかげでめちゃくちゃ助かってますよ。それはよかった。ちなみにスーパースーツの特殊能力何個発見することができたんだ。ですね、まず、瞬間移動でしょ、あと透明になることができるでしょ、 あと空中浮遊、あと相手を浮かすこともできる、そしてあとスクリーンロケーション、なんか映像で映し出したりすることができますし、あとはなんだろう、それくらい、あ、分身だ。前回分身もしてましたね。それぐらいですかね。なんだ、まだそれしか発見していないのか。まだまだいっぱい特殊能力はあるぞ。自分で探ってみろ。あ、ちょっと、マジか。まだまだ効果がたくさんあるみたいですよ。皆さん、私はまだ現在6個しか見つけられてないんですけども、スーパーベビーのあのスーパースーツの特殊能力、まだまだいっぱいあるそうなんですよ。よし、その特殊能力があればもしかしたらウッディを救出できるかもしれない。よし、ちょっとジェニーちゃん、よかったらですね、スーパーベビーをスーパースーツ着せた状態でここに連れてきてください。お願いします。行きましたね、行きましたね。よし、これであとはスーパーベビーを待って、スーパーベビー、今日もサニーサイド保育園からスーパースーツを着た状態で来てくれてありがとう。いや、僕さ、今お昼ご飯の最中だったんだけど、今日は何なの？実はね、スーパーベビー、このスーツを着た状態の特殊能力はまだまだいっぱいあるんだって。だからスーパーベビー、今日もどんな能力があるのかいろいろ試してみようよ。ということで、皆さん今からカメラを回してさらにいろんな特殊能力をちょっと試してみたいと思います。ちょっと待って、ウッディは？ウッディはまだ帰ってきてないの？スーパーベビー、ウッディ、そうなんだよ。まだ帰ってきてないんだよ。だからスーパーベビーの力で絶対に取り返せると、あのゴミ捨て場で焼かれてないと私は信じていますので。チャンネル登録してくれるの待ちきれないよ。よし、スーパーベビー、まだまだたくさんパワーがあるみたいだよ。一体どんなパワーがあるんでしょう。ボーピープ、待っててね。大丈夫、スーパーベビーがウッディを助けてくれるからね。ボーピープがもう毎日泣いててほんとかわいそうで、だからスーパーベビーの新しい能力なんだろうな。まだまだいっぱい能力があるって言ってたしな。あー、何かいい方法ないかな。ダッキーとバニー、ちょっとあの節分の時にいろいろ調べてたでしょ、何か新しい能力ありそう？ああ、ベビーだからさ、何かプレゼントしたらいいことあるんじゃねえか。ああ、俺たちは試してないけど、ちょっと試してみたいと思ったぜ。何かプレゼント、そうか、その手があったか。皆さん、何かプレゼントしたらスーパースーツの力でもっともっとパワーが出てくるかもしれませんので、ああ、そうだ、子供とかベビーが大好きなクッキーですよ。クッキーをちょっとあげてみたいと思います。そしたらスーパーベビー、新しい技を見つけ出すことができるかもしれませんからね。チャンネル登録したやつは我々の仲間だ。スーパーベビー、スーパーベビー、今日はですね、スーパーベビーにプレゼントがあるんですよ。プレゼント？プレゼントって何？てか今頭ゴチンってぶつけて痛かったんだけどさ。そっか、でもスーパーベビー見て、じゃじゃーん、クッキーだよ。クッキー、やったーやったー。いやー、よかった、すごい喜んでる。あ、ちょっと待って、手離して。ちょっと離せてます。離せよ。ちょっとクッキー、僕のだろ。ちょっと離せよ、この野郎。ちょっと待って、なんか口がすごい悪くなったんですけど。ちょっと待って、スーパーベビー、ちょっと離して。離せっつってんだろうか、ぶっ飛ばすぞ。え、なんで？ちょっと待って、やばい、クッキーあげたらめちゃくちゃ怖いベビーになったんですけど。ざけんじゃねえよ、ほんとによ、ほんとよ。おい、ダッキーとバニーよ、
なんで急に怖くなったんだ。ああ、これじゃあまるでデーモンベビーじゃねえか。デーモンベビー?ふざけんじゃねえっつってんだろうがよ。おもちゃたちもよ、なんだからよ、ふざけんなよ。僕さ、クッキー欲しいっつってんのにさ、なんでクッキー食えないんだよ。あ、わかったよ、ごめんね。あ、でもちょっと待ってよ。はい、やった。ああ、ちょっと、大丈夫？やったってばさ、これっつってんだろ、ぶっ飛ばすぞ、俺。え、ちょっと待って、本当に怖いよ、スーパーベビー。ちょっと、博士に聞いてみるしかないですよ。いやー、ちょっとさっきの電話、履歴が残ってるから、なんとか出て、スーパーベビーが怖くなっちゃったよ。おい、一体どうした？それにお前から電話をしてくるな。博士、よかった。博士聞いてください。スーパーベビーにクッキーをあげようとしたら、なんかめちゃめちゃ怖くなっちゃったんですけど、ほら、なんか今も叫んでる。クッキーなんてあげたらダメだ。クッキーをあげたらデーモンベビーになってしまうぞ。デーモンベビー、そうか。じゃあこれは今デーモンベビーになってる状態なんですね。デーモンベビーを治すにはどうしたらいいんですか？そんなの簡単だ。モーツワルトを聞かせるんだ。モーツワルト？スーパーベビー、さっきはさ、ごめんなさい、なんかつい変な言葉が出ちゃったんだよね。そうか、あの博士の言う通り、やっぱりモーツァルトを聞かせると普通の可愛いベビーに戻りましたよ。もうクッキーをあげないようにします。クッキーを、あー、危ない、ここに置いといたんだ。危ない。ちょっと、もうクッキーはもう見せません。ポケットにしまっちゃいます。なんだよ、チキショーン。危なかった。またでもデーモンベビーになっちゃったらね、モーツァルトを聞かせれば元のベビーに戻りますからね。モーツァルトってなんかいいよね。皆さん、一時はデーモンベビーになって本当に心配でしたけど、でもあの博士の言う通り、モーツァルトを聞かせたらとっても優しくていい子なベビーになりました。それよりもさ、僕はウッディを早く助けたいんだよ。そうだね、スーパーベビー、本当にその通りだよ。ウッディを早く助けたいよね。でもスーパーベビーの新しい能力が全然わかりませんでしたけども、ぜひ皆さんコメント欄でスーパーベビーの他の能力知ってる人いたら教えてください。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。みんな、ウッディは生きてるって僕は信じてるからさ、ちょっともう一人で助けに行ってこようかな。デーモンベビーになったが、モーツワルトを聞かせたら元に戻った。デーモンベビーはとても強そうだが、私は元のベビーの方が好きだ。ゾーグに質問です。鬼滅の刃を知ってますか？私は知っている。過去の動画でシンズ TV の部屋に来たことがあるからな。ザーグに質問。ドラゴンボール知ってますか？私はドラゴンボールは知らない。宇宙のことにはとても詳しいが、ドラゴンボールは宇宙と何か関係しているのか？ザーグに質問です。おもちゃたちはメガネをかけますか？また一番似合うメンバーを教えてください。私はメガネをかけない。ただメガネをかけるおもちゃもいるそうだ。それに私はアンシスコープがついているので、暗闇でも前を見ることができる。そしてメガネが一番似合うおもちゃはお猿だと思う。なぜなら目がクリッとして飛び出しているからだ。そして一番似合わないと思うのは私だ。私にメガネは絶対につけないでもらいたい。これを見てる奴ら、チャンネル登録と高評価を押すんだ。高評価は我々のバッテリーだ。そしてチャンネル登録してくれたやつは我々の仲間だ。その他は敵だ。さあ、降伏しろ。